こんにちは。まどかより子の子どものためのニコニコ離婚講座です。はい、引き続き離れて暮らす親子関係についてお聞きしておりますが、お子様と離れて暮らす親御さんを会わせたくないというような心理についてもう少し深掘りしていきたいんですけども、その育てている親御さんは非常に必死になって育っているのに、なんかいつも何も子育ての苦労していない別れた親がスッと来て自分の愛情を奪われてしまうのではないかという、そういう不安みたいなものってあるんでしょうか？それは大きいと思いますね。例えばお母さんが子供を引き取って育てるケースの方が今圧倒的に多いので、お母さんのケースで話しますとね、母親役だけじゃなくて父親役もやってるわけですよ。稼ぎ手であり、それからただただ優しくその子供を抱擁するということだけではなく、何かあったらピシッと叱って人生の指針みたいなものを、いろんな判断力を身につけるとかっていう、そういうものも責任感を持たせるとかね、さまざまなその本来だったら父親がやってくれたらいいなと思うようなことも母親はやってるわけですよね。で、朝から晩までどちらかというと経済的な方だって、男の人よりは収入が少ない方が多いから、どんなに頑張ったって経済的にいい生活をさせられるわけでもない。そうすると2つも3つも仕事を掛け持ちしているお母さんも多いんですね。で、そんな中で時々父親が送ってくる贈り物なんかを見るとね、今ここで子供のスニーカーが欲しいのに、なんでスニーカーじゃなくてね、こんなおもちゃを送ってくるんだろうってね、送ってきたものに対してもね、ものすごく腹が立つっていうお母さんって結構多いんですよ。それはまあ一緒に暮らしてる時だってそうかもしれませんけど、なかなか父親っていうのはその時の子供にとって本当に必要なものが母親から見たら分かってないっていうのもあれば、それから時々月に1回ぐらい会った時にどうしてもその叱るというか小言を言ったり批判するよりは優しい形で褒めるとかね、そういうことにばっかり月に1回だとなりがちなんですよね、はい、そうすると子供はお母さんはあんなに怖いけどお父さんは優しいとかね、お父さんは自分の気持ちをよく分かってくれるって思ってしまうというのがあって、母親としてはなんでこんなそんな役回りをね私はしなきゃいけないのかっていう気持ちがあって、そんなだったらやっぱり会わせたくないなって思ってしまうって、それはもう実際に会わせた人の場合、子供がぬいぐるみを持って帰ってきて、でただいまって言った時にダーッとね後ろに抱えたぬいぐるみの箱をね自分の部屋に持ってって押し入れに隠してしまう、そんなケースがすごくあって、それは子供の側もお父さんが一生懸命自分に優しくしてくれて関心を買おうとかしてることが、それがお母さんに分かるとお母さんがすっごく不機嫌になるとかね、お母さんが悲しむんじゃないかっていうのを子供は分かってるんですよね、日頃のお母さんの言動から。そうそうそう、だから子供が逆にすごく気を使ってしまってるっていうのもあるから、会わせたくないなってお母さんは思うし、そういう話をやっぱり聞くと会わせてないお母さんもいいとこ取りされたくないと思って会わせないっていう、意外とそんな面会交流の、なかなか妨げになってるのかなっていう気はしますね。そういうお母さんを見て子供の方が気を使ってしまって、やっぱりお父さんと会うとお母さんの機能を損なうから、会いたいと思ってるけども、いや会わなくていいって言ったりすることもある。会わなくていいっていうよりも逆にもうお父さん嫌いだから会わないって言っちゃう子もいます。だから嫌いとか会わないっていうことをそのまま本心と思って受け取らない方がいいように思います。お子さんいろいろ考えていらっしゃるんですね。親が思ってるようにいろいろ思ってると思います。引き続きお悩み相談を受け付けてますのでお寄せください。ありがとうございました。